どうも、しげしげです。本日は8周年前夜祭イベント第2弾が発表されたので、こちらの情報を見ていきたいと思います。使っているアプリは、これはパズドラ攻略というアップバンクが運営しているアプリになります。ぜひダウンロードして使ってみてください。ということで行きましょう。まずですが、8周年記念プレゼントダンジョン、8周年の贈り物が毎日配信ということで、期間2月いっぱいですね。1日から29日の23時59分まで、クリアは一度きりのスペシャルダンジョン8周年の贈り物が毎日配信ということで、何がもらえるんでしょうね。スーパーノエルドラゴンやランクアップに必要なランク軽減値など、1週間ごとに獲得できる内容が変わっていきます。毎日クリアすれば最大29個の魔法石のほか、スーパーノエルドラゴン合計7体、合計140万ランク経験値、合計プラスポイント2079、潜在玉ドラ8体が入手可能となっております。こんな感じのスケジュールなんでね、まあ、毎日ログインして毎日ダンジョンクリアするに越したことはないんですけど、忘れないようにしておきましょう。で、次、8周年記念玉ドラダンジョンが毎週配信ということで、これは1週間に1回ですかね。毎週クリアすれば8周年記念玉ドラ4体と4個の魔法石が入手可能ということで、こちらもこんな感じのスケジュールになっております。8周年記念玉ドラが何かっていうと、8周年を記念して生まれた玉ドラですと。ベースモンスターにパワー、別属性にパワーアップ合成した際、800万経験値を得ることができってあるんですけど、これ同属性光だったら1200万経験値を得ることができるんですけど、やっぱり売却がおすすめかなって思います。売却した際コイン80万コイン、モンポが 8万ゲットできますと。素晴らしいですね。で、次、パズドラの歴史をたどる降臨クエスト登場ということで、これまでの代表的な40の降臨ダンジョンが降臨クエストとして登場。各年代別に4種類のダンジョンが登場し、まあ歴史を再体験できるという感じになってます。で、全フロア報酬が魔法石になっているので、全部クリアすると45個の魔法石が入手可能。そして、イベントメダル黒や虹もゲットできるという感じになってますね。あー、いいね、これ振り返れるね。エモいね、なんかね、いいね。うわ、2012から2013とか、これもこの頃は頑張ってなんか30分ぐらいかけてクリアした降臨もあったな。で、はい、ランキングダンジョンガチャドラフィーバーも開催されるらしいです。2月10日から、まあ、詳細は後日発表ということなんで、ちょっと楽しみに待ちましょう。続きまして、こちら、すべてのノーマルダンジョンランク経験値8倍、これは激アツですね。完全に激アツです、これは。まあ、2月入った瞬間から1日の12時から始まるんですけれども、全てのノーマルダンジョンクリア時のランク経験値が8倍にアップ。今回は錬磨の闘技場、極錬の闘技場もランク経験値8倍の対象ですと。まあ、やばいですね。僕は極錬をコツコツ普段回ってるんですけれども、だいたい1周約60万ぐらいの経験値が入るわけですよ。それが8倍になったら480万ですよ。何気なく1回入った極錬1回で約500万の経験値が入るってことは、これ僕今ランクが1018なんですけど、これ期間中ちょっと1020も普通に見えてくるんじゃないかなっていう。まあ、そんなにね、1時間がっつりずっと周回するなんてのはちょっと難しいですけれども、まあ、片手間でもガンガン経験値稼ぐことができると思うので、これは皆さんやるべきですね。さっきパッと見たところ、 Twitter のトレンドに極錬8倍っていうのが入ってて面白かったですね。やっぱりみんなも注目してるみたいです。ということで、8周年は本当に間もなく、今から楽しみですねという感じです。いや、これが前夜祭イベントなんで、本当に本編というか8周年イベントが本当に楽しみですね。まあ、おそらくですけど8大リセットとかね、その辺は来るかなと思ってますけど、新しいなんか激アツなイベントが来ることを楽しみにして、とりあえず前夜祭イベントですね、楽しんでいきましょう。本日は以上です。チャンネル登録と高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。さよなら。